ウマリュウは、中国、遼寧省安山市出身の卓球選手。2012年ロンドンオリンピック男子団体金、メダル。2016年リオデジャネイロオリンピック。2021年2020年、東京オリンピック男子シングルス及び男子団体金、メダル。 2015年、2017年、2019年の世界選手権男子シングルス3連覇、ワールドカップ男子シングルスで2度優勝するなど、数々の記録を打ち立てた世界チャンピオンである。2013年に世界卓球殿堂入りを果たした。2020年12月時点の ITETF 世界ランキングは3位である。両年賞安山市出身。2004年に早くも、 アジアジュニア選手権で優勝。さらに同年、神戸市で行われた世界ジュニア選手権、男子シングルスで優勝し、早くも注目を集めるようになる。2005年以降は、シニアの大会にも出場。2006年には、世界選手権ブレーメン大会のメンバーに選ばれた。初出場ながら、大ツトムキン、バリン、大アキラ、チンキともに、団体で優勝を果たした。 2009年の世界選手権、横浜大会男子シングルスでは、準決勝で、王諦に1から4で敗れ、続くダブルスももと、都のペアで決勝まで進んだものの、近畿、王諦ペアに1から4で敗れ、個人戦初優勝には至らなかった。しかし、同年11月から、ラクナウで開催されたアジア選手権では、男子シングルス、男子ダブルス、混合ダブルス、 男子団体の4種目すべてを制覇した。2010年のアジア競技大会男子シングルスで優勝。また、同年4月には初めて ITTF 世界ランキング1位となった。2011年、元とのペアで挑んだ世界選手権ロッテルダム大会では男子ダブルスで初優勝を果たした。ロンドンオリンピックのシングルスへは、 出場枠が各国3人から2人に減らされたこともあり、出場権を獲得できなかったものの、長継次化、大明と共に、男子団体での金メダルの獲得に貢献した。2013年には、継次化、李明が住みともに、世界卓球伝道入りを果たし、また2014年の世界選手権東京大会では1ゲームも失うことなく全勝し、 中国の男子7連覇に貢献した。2015年に行われた世界選手権男子シングルスでは決勝で肩白を4から2で破り世界選手権シングルス初優勝を果たした。2016年の世界選手権クアラルンプール大会男子団体で金メダルを獲得。リオデジャネイロオリンピックではロンドンで逃した男子シングルスの中国代表に内定。 準決勝で日本の水谷準、決勝で中国の超継化との対決を制しオリンピックのシングルスで初めて金メダルを獲得した団体戦ではシングルス全試合で勝利し団体で自身2度目の金メダルを獲得したまた中国選手では4人目となる大満願もこの時達成した2017年の世界選手権デュッセルドルフ大会では決勝で 半ブり東を破りシングルスに連覇を達成した。しかし、6月、長年中国代表の総監督を務めた、劉国領の退任決定を受け、抗議のため半ブり東、許しとともに、生都市で行われた、ITTF ワールドツアー、中国オープンをボイコットした。これを受け、中国の国家体育総局は馬らを非難、国際卓球連盟も、 卓球のイメージを損ねたと述べた上で、あらゆる制裁を検討するとし、同年10月に行われるワールドカップへの出場資格剥奪が懸念されていた。10月31日、国際卓球連盟はボイコットした馬さん選手に、大使2万ドルの罰金を科すことを発表した。ワールドカップでは、準決勝でティモボルに敗れ、3位となった。膝の故障により、 2018年後半からは ITTF ワールドツアーや男子ワールドカップなどの国際大会を棄権する状態が続いていたが2019年3月のワールドツアーカタールオープンから国際大会に復帰し同大会の男子シングルスで優勝さらに同年の世界選手権ブダペスト大会では優勝候補と目された選手が次々と敗退する波乱の中決勝で スウェーデンのマティアス・ファルクを4から1で破り、世界卓球選手権男子シングルスにおいて、ビクトル・バルナ、小足胸に次いで、史上3人目となる3連覇を果たした。2020年東京オリンピックでも前回リオに、引き続きシングルス、団体双方の代表に選出され、男子シングルスでは、決勝で、半ぶり東を破り、88年のソウルオリンピックで、 卓球が種目として採用されてから初となる五輪連覇を達成。団体でも出場した全試合で勝利して中国チームは金メダルを獲得し、これにより馬流は卓球では史上最多となる5つ目の金メダルを獲得した。プレースタイルラケットはシェイクハンドで肩甲骨打法から放つフォアハンドドライブを武器としており、後人からでも両、 ハンドドライブを連打することができる。しかもフォームが非常に安定しており軸がぶれることがない。全般的に技術が高く、バックハンドリメンサービスや持ち替え打法などの高等技術をも持ち合わせているので、あらゆる面でこれといった弱点もない。サービスは、フォアハンドの横回転系サービスが中心だが、回転が非常に切れており、弾道も低いためレシーブが難しい。チキータ対策として、 相手のバックサイドラインを狙ったサービスやスピードロングサービスも多用する。以前はバックハンドサービスも多用していたが2018年以降の試合では通常同期とリードされている時とで異なる構え方でフォアハンドサービスを使い分けることが多い。特に後者のフォアハンドサービスは球を上げた時に右足を下げてから左足に体重を乗せるので 通常時のフォアハンドサービスと比べてもサービスの威力が上がるだけでなく、サービス後の戻りが非常に早い。またレシーブは、ツツきとストップをメインとしており、チキータやフリックをほとんど使わない。試合中はほとんど戦術を変えることがなく、シンプルなプレーをする。特筆すべきは、リードをされた、際の戦術であり、相手に強打をさせない、サービスレシーブをすることで、 ラリーの主導権を握っていることである。以前は相手の両サイドライン側に突っつきストップレシーブをして相手の強打を封じていたが2018年以降はこれに加えて前述のフォアハンドサービスを早いテンポで打って相手に考える時間的な余裕さえ与えなかったり相手のミドル狙いのレシーブからの展開でラリーの主導権を握っており国際大会で シングルス優勝した2010年代半ばと比べて、戦術プレーが多彩でかつ脅威である。かつて、ロンドンオリンピックのアジア大陸予選で、日本の庭後期に敗れた際に、課題の一つとして精神面の脆さが指摘されていた。しかし2015年での世界大会シングルス優勝で、金メダルを手にして、以降はこれも克服し、2016年、 リオデジャネイロオリンピックのシングルスで優勝を果たし、五輪、世界選手権、ワールドカップの三大大会のシングルスで、すべて優勝経験を持つ、いわゆる大満願の達成者となった。また団体戦でもシングルで2勝し、金メダルに貢献した。シングルスダブルス、ありがとうございます。